やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。高健鉄でございます。ですね、結構前なんですけども、私渾身の魂のチャーハン作らせていただきました。かなり熱を帯びて作らせていただいたんですが、まあ第2弾とでも言いましょうか。キムチチャーハンなんていかがでしょうか。では材料もサクッと刻んでいきたいと思います。もうお好みでいいんですけども、切っていこうか。おネギとニラダブル使いします。ね、前回のチャーハンでもおネギ使わせていただきましたけども、これも小口にこんな感じで切っていってください。はい、もう次はニラをジャキジャキと切っていきます。こんな感じで、これも小口に切っていきます。はい、次は豚バラ薄切り肉。まあ本当なくても美味しくできるんですけども、あればやはり旨味が違いますね。あの豚バラ、やはりこうラード代わりということで使わせていただきます。そしてキムチとの相性も抜群。まあだいたい2センチ幅ぐらいにカットしましょうか。で、豚肉にはちょっと下味ね、つけときましょう。ちょっとこういう感じで、はい、味がしっかりまとまります。これで、やはりチャーハンということで卵は欲しいですね。で、ここにもお塩軽くやっておきます。そしてね、軽く溶いておいてください。いよいよ炒めていきたいと思います。で、木べらとかゴムべらとかフライ返しでもいいです。二刀流でいきます。で、今回はごま油で香り高くいきたいと思います。しっかり熱してください。熱々に熱してくださいね。はい、で、まずは溶き卵と、もうこれもほかほかのご飯ですね。あの炊飯ジャーの中のご飯でもいいし、加熱温めたご飯でもいいです。ほかほかの用意してください。ここから手早くいきます。卵を入れまして、ちょいとふんわりしましたらもうすぐにご飯インします。で、この二刀流 でご飯を包むように、はい、このように混ぜていきます。はい、これは家庭用のコンロでチャーハンを作るときに火力の無駄遣いがないようにフライパンを煽らないんですよね。このまま火から離さずに高火力を維持したまま、ね、鉄板焼き屋さんの要領です。で、ちょっと粒になっている部分はこのようにちょっと押さえながらパラリと。ただ今回のチャーハンはキムチチャーハンなので、しっとりチャーハンです。これが大事なの。最近はもうね、僕はチャーハンはしっとり、特にキムチチャーハンはべしゃっとならずにしっとり仕上げたいと。なので最初はこのご飯に卵をコーティングさせてパラリとさせます。で、いい感じになってきましたら、ここでお塩、最初にご飯にもしっかりお味をつけておきます。こういう感じでね、これ見て、ほら、いい音、パラッとなってます。でですね、ここは一旦取り出します。パラ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 、あー、綺麗な黄金チャーハンできました。で、これ置いときまして、ここからでございます。ごま油ちょっと熱しまして、もうフライパンが熱々なのでそのまま続けていかせていただきます。豚&おネギ、
やはりチャーハンとネギの親和性はもう抜群でございますからね。ネギ香りが非常に良くなります。ネギは。そしてこれももう鉄板焼き屋さんのような感じでしっかりこのように炒めて、豚からは旨味油を出します。これはもう豚の肉の色が変わるまで炒めていきましょう。はい、これで肉の色が変わりましたら、ここでもうキムチインします。もうこれね、市販のキムチはもう食べやすいサイズになってますので、そのままインします。でこういう感じで炒めるというよりはちょっとね、焼き付けるような感じでキムチの水分を飛ばしながら香ばしさをプラスしていきます、ね、ここがちょっと水分が多いとしっとりキムチチャーハンというよりはべちゃっとしたチャーハンになってしまいますので、しっかり焼き付けて水分飛ばしてください。ここが美味しいキムチチャーハンを作るポイントでございます。で、いい香りがしてきたらちょっとひっくり返す。焼き付けてさらに香ばしさをプラス。はい、もういい香りしてきました。あとちょっとね、こう端の方がほらちょっとこんがりとね、フライパンの底とか端がこんがりになってきます。やっぱりね、こう香りが合図なんですよね、次の工程に行く。いい香りがしてきて水分も飛びました。そこでまた再開、黄金チャーハンと赤いキムチ出会います。ここでさーっと混ぜる。ニラもいっちゃおう。ニラもね、赤と黄色と緑のコントラストがいいですよ。でここもさーっと混ぜます。ちょっと軽やかに、ね、空気含ませるような感じでさっと混ぜる。彩り香りも最高で、仕上げにお醤油で香り高く、鍋肌から香り高くいかせていただきます。で最後にごまでさらに香ばしくいきましょうかね。おいおい、はい、ごまでさらに香ばしさが加わった時点で完成でございます。いえ、このお米の感じ分かります？非常にしっとりとしたチャーハンに仕上がってます。イエーイ。そしてオプション発動させていただきます。残りキムチ添え、さらにね、そしてお好みで韓国海苔ですわ。韓国海苔じらし完成しました。キムチと豚の旨味が詰まったしっとりキムチチャーハンでございます。それではいただきます。香りがね、本当にいいのよ。いただきます。これうわ、うん、もうね、この品の良さ、本当にね、ちょうどいいご飯のお米のほろっとした具合と、やっぱしっとりキムチと豚のうまみを本当ご飯が吸ってしっとりしてる。めっちゃ美味しい。なんだろう、この赤坂感、そういう香りがプンプンする。これ作ってほしいな。あのね、あのやっぱり二刀流
二刀流で最初はパラッとさせるんですけど、後で豚とキムチの旨味をちゃんと吸わせてしっとりと仕上げるというのが最高でございます。ちゃんと日本のお米にも合う作り方となっておりますので、あとはなんか好きな薬味をねたっぷり入れていただいたり、アレンジもしていただいたらいいかなと思います。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。